皆さんと3年 E 組で過ごした1年間がスクリーンで復活です。新たに追加されるシーンもある。アニメ暗殺教室劇場版365日の時間この秋公開。さらに同時上映、殺せん生クエスト、魔王殺せん生いきなり銀幕デビューです。